王者の出現を防ぐには古市場へ向かう必要がある。古市場へ至るには蜀と徳川の領地を通らねばならない。蜀のしかしことは簡単に運ばなかった。劉備殿に直訴できればと思ったが、我らがよく徳川いざ張飛長おもし漆黒の闇に散りゆくがいい。ダッキに下るぞ、見下げ果てたぜ兄者。いや、カウ長飛様が叩き切ってやるから覚悟しやがれ。いつぞや聞いたような物言いだな。言い訳はすまいぞ欲徳、すべてはこの刃で語ろう。遠慮はいらぬ、かかってまいれ。二手に分かれ、傭兵間を目指す。敵は蜀と徳川の勇猛なる将、油断はすまいぞ。策なんざいらねえ、正面から当たってぶち破れ。張飛殿はあのようにおっしゃいます。敵は関羽殿、打てる手は打っておきましょう。承知。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。強引に突破しても敵はあるまい。しばし様子を見るぞ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。弓兵、今です。俺の番じゃない。魔法誕生。矢の雨と無理に先に進むのは危険か。どうしる、いざ参る。この番だな。お見事です。敵ながら見事なものですね。少々の武勇に頼り切ってもいられません。援軍を要請しましょう。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。ほらよ。はいはい。
必殺無影螺旋脚だ。覚えておけ。いざ参る。次は容赦しねえぞ。敵将馬毛騎が討ち取った。名だたる優勝が相手、援軍は多いほど良いでしょう。私の知略に勝てると思いか。敵将消滅せよ。詳しいが引かねば。殿に報告しなければ。矢の雨が止まる。今こそ真田がやりて敵本陣を貫く。うん、独特への道が開けたか。ならば拙者も参ろうぞ。木村殿、頭だ。よもや妖術でたぶらかされて、この雪村の槍が別の槍か否か、極真行くまで受けていただこう。主の命によ。我が人の通りを、相手にとって不足なし。ここは引く。落石が止まったか。よし、進軍を再開する。言葉は無用、ただ武にて語れ。承知。我が信念、この槍にて貫か。ただ勝つ奴は始めやがったな。俺が遅れを取るわけにはいかねえ。見事。そう。馬毛騎参上。一殺。受けてみろ。
闘気参上。いざ参る。そりゃ軌道の酒が抜けてなかったか。敵将討滅せり。やるじゃねえか。しゃねえ、話を聞いてやら。我が気迫妨ぐるものなし。ちっ、やっぱり兄者にはかなわねえ。まずは武にて信念を受けたまま。うん、我らがダッキン未来から来られたとは信じ。なんで武田と上杉に歩先にそ。よくわかった。ああ、だ気になる噂を耳に。ならばし私も行く。あれ、戦場においてはただ勝つのみ。調子。龍馬と英雄たちの戦いが熾烈を、その事態を思、元いた世界は違った。この地には龍馬。でも他の何か。誰かが龍馬と交戦している可能性がある。もう少し。の闇に散りゆくがいい。この地は妖魔で満ちている。闇のものを一掃する。背後からも敵だぞ。ええ、さっさとあいつを倒すんだ。誰か妖魔に囲まれているのかしら。急いで助けた方がいいわね。
だ。敵将消滅せ。勝負。このままでは敵将抜けるのは厳しいかと。まず金の砦を攻め敵を誘い出しましょう。勝負。水産させてたまるか。おすめの舞台を出せ。敵を引きつけるためさらに舞いましょう。なんて頼もしい方でしょう。お尻を剣斬。骨ごと噛み砕いてくれよ。せや！ほう！ふっふっふっ！せや！ふっほう！超支流、参る！平八水産！せや！これぐらいにしといてや！せや！敵将、討ち取ったり！数で押すべし。まだ暴れやがって。おい、もっと人数を集めてこい。関所を開けたか。今だ。一気に突き進む。まずは妖魔の増援を止めるべきね。ここを抑えれば本陣が楽になるはずよ。
般ならば対決し乗り越えるまで本陣が落ちないよう死力を尽くす。これ口当てろ。敵将消滅せり18水産高まりましょう。超支流剣山
さん。私こそ真の三国無双だ。貴様はここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取った。骨ごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといてやる。敵将討ち取ったり。これで本陣の心配はなくなったわね。さあ早く助けに行くわよ。なんて頼もしい方でしょう。答えるように入られい。うっ、うがっ、うん、ぶっ壊す、ぶっ潰す、ぶっ飛ばす。あんたがここにいるのよ。あやね、抜け人の私を追ってきたの。勘違いしないで。今はあんたを追ってる場合じゃないの。因縁に曇るな。今は眼前の闇を払うぞ。この世界に呼ばれるとは。ハヤブサさん、こんなところで会うなんて。遅れたか。限度
どもを調子づかせるな。お前たち何か因縁があるようだ。はい、私は里を抜けた忍び。言うとならん。綾音は里より差し向けられた夫です。今はそれどころじゃないわ。龍馬と決着をつけるのが先よ。いや、見事。噛み砕いてる。あの、お二人は敵味方なのでしょうか。あんたには関係ない。ごめんなさい。でもこれは私たちの問題だから。メッス。せいや。せいや。勝負。騒がしいと思えば新たな異界の者が現れておるか。その方がいるぜ。遊んできていいだろう。ヤモリのおっさん、あなた。よし、よし。大軍正面からは攻められない。二方に分かれて攻撃を仕掛けるぞ。分かりました。崖の上は私に任せてください。いざ参る。あんただけじゃ頼りないわ。私も行ってあげる。あやね、頼もしい方でしょう。見事な技ね。あやね、どうして私と。私のことが憎いんじゃ。言ったでしょ、あんたじゃ頼りないって。それに二人いた方がやれることが多いわ。なんだこいつは。どこから来やがった。龍馬は混乱した。一気に敵陣を貫くぞ。この勢いのまま一気に攻めましょう。あやね、大丈夫。当たり前よ。あんたに心配されることではないわ。骨ごと噛み砕いてくれよ。どれぐらいにしといて。龍様、お見事です。
ち水産だ。遊んでくれんのかい？なんて頼もしい方でしょう。そうだな。相手をしてくれるかい？あなたに私は倒せない。お前たちの間に何があったかは知らない。だが心を闇に囚われるな。はい、心しておきます。やるじゃないの。こっからは全開でいくぜ。おっと、遊びが過ぎちまったか。じゃあな、姉ちゃん、楽しかったぜ。龍馬が引いていく。我らの勝利だ。よし、我らの勝利だ。ここにも異世界の風景。あの、先ほどは少女よ。かすみさん、リッテも行く当てがな。あやね、言っておくけど、あんたはあやね、朝鮮さん。シュッ。